時として生活に大きな障害をもたらす雪。北陸の冬は山間部の雪崩、平野部での地吹雪など多くの危険があります。雪がもたらす災害から国道を守るために、さまざまな防雪施設が設けられています。雪がもたらす障害の中で大きな被害を受けるのが雪崩です。雪崩は表層雪崩と前層雪崩に分けられます。前層雪崩は斜面上の硬くて重い雪が流れるように滑り落ちるもので、春先の融雪期などに起こります。表層雪崩はすでに積もった雪の上に新雪が積もり、その重みで滑り出すことによって発生します。道路に大きな被害をもたらす雪崩、その発生を予防し被害を抑えることが私たちの生活を守る上で重要です。そのための対策として、さまざまな防雪施設が作られています。その中でも雪崩予防策や雪崩防止策は大切な施設で、国道のさまざまな場所に設置されています。雪崩予防策や雪崩防止策にはいろいろな種類があります。それらは積雪量、設置場所の地盤や斜面の角度、樹木の植生状況などを考え、適切な場所に設置されます。物流の確保だけではなく、レジャーや通勤での利用など、地域の生活のために重要な役割を担っている国道。冬の国道を雪崩から守るために、さまざまな施設が設けられています。地吹雪は時として大きな事故を引き起こす原因となることがあります。視界が悪くなったり吹き溜まりが発生するのを防ぐために設置されているものに、吹き払い柵や吹き止め柵などがあります。これらの施設も冬の国道を安全に通行するために大きな役割を果たしています。これまで紹介した防雪施設は定期的に点検が行われています。その他にも雪による災害を未然に防ぐためのパトロールや、天候・道路状況の把握と情報発信など、道路の安全を確保するためにやらなければならないことはたくさんあります。私たちの生活の中で大切な役割を担っている国道。その安全を守るための地道な努力は今日も続けられています。